無面ライダーという精神性は S 級の男に対する読者の反応。無面は本当に気高いヒーローなんだけど実力不足なのが悲しすぎる。無面はメンタル強者ではあるけど自分の戦闘力は諦めてる節がある。脱いだら実はかなり鍛え込んでる上に傷だらけなんだろうな。無面は雑魚でもヒーローとしてやれることを一生懸命やろうとする姿勢は実にタンクトップじゃないか。でも無面が強くなったらエクするよね。吹雪組のメガネくらいなら。毎回死にかけてるっぽいのに全然強くなってないあたり。ハゲマントみたいにリミッター外れるタイプじゃないみたいだしな無面。自分でここが限界と決めちゃってるからな。ハゲはそれこそ勝てない相手にも挑んできたわけだし。リミッターはさすがに誰でも外せるもんじゃないだろうからハゲ引き合いに出すのは違うと思う。無面は最大限鍛えてるとは思う。常にチャリ移動だしチャリ投げつけるし。ジャスティスクラッシュも常人じゃできないよね。ハゲは怪人に勝ってヒーローになる方向に進んでるけど無面は救助優先だからな。どこまでも現実よりの限界値なんだろう無面は。それでも市民を背にして深海王に挑むからこそかっこいい面もある。A 級上位とかそのレベルの強さだといくだけど B 級中位上位くらいなら無面が強くなったら嬉しい。無面に雑魚がヒーローなんかやるなよって言ったらハゲとかマスターが黙ってないだろうな。水流はまさに同じこと言って超反省していいキャラになった。そもそもハゲはトレーニング開始前にカミランテ倒してるから最初から無面よりずっと強いぞ。トラオソロ撃破だから少なくとも A 級レベルだよねトレーニング前埼玉。個性の博士にお願いしてジャスティス号を超強化しよう。無面はこれじゃないしそうだけど、絶対に勝てない相手でもジャスティスクラッシュするのはかっこよすぎる。ヒーローが逃げたら誰が戦うんだよ字で行く男。下手な B 級より知名度高そうな無面。あの世界鍛えてて強いやつは多いけど、それでも S 級並みかそれ以上はごく少数だしそこまでいけるやつはほとんどいないと思う。マスターはおめえが焦げよ。無面が焦ぐからいいんじゃないか。あくまでマスターは無面のサポートという考えで動いてるから尊いんだ。後ろに座らないと他のタンクトッパーたちに背中を見せられないだろ。二人乗りはコンプライアンス的にどうなのと思ったけど、ヒーロー協会にコンプライアンスなんてないから描写的に何も問題ないな。無面が無面な理由がヒーロー活動のための度重なるスピード違反だからな。今さら二人乗りなんて恐れるものでもない。マスターが無面を信頼しているという行動だぞ。このタンクトップコンビいいよね。実際いいコンビだよ。マスターの鼻がない感じが無面で補われてる。無面に鼻とかあるか？人気投票2位になった男だぞ。タンクトップ協会ってトップはこんなに純粋なのに下がゲスすぎない？頭悪いチンピラばっかではあるけどゲスはタイガーとブラックホールくらいだろ？タンクトップが自分で走った方が早かったりはしないんだろうなきっと。病院でもう仲良くなってたからなこのコンビ。こういうランクの垣根を越えたバディっていいよね。タンクトッパーがクズ多かっただけでまともなやつと絡んでるといいキャラだよタンクトップマスター。タンクトップも来ていないのに無理をするな。タンクトップマスターは純粋にいい人なんだけど他がね。ここタンクトップマスターだけが走っていってても絵面的に地味にしかならなかっただろうし。後日談で無免許がタンクトップ来てたら熱い。タンクトップライダーとしてスカウトすればいいのでは。タンクトップ集団精神的にアレなの多いし。タイガーとブラックホールがクズすぎるだけだし。ライダーするならある程度防具ある服着ないと危ないからな。タンクトップはちょっとな。防具の下にタンクトップ着ればいい。この純粋な笑顔はタンクトップが本当によく似合う。タンクトップ博士すごいムキムキだな。貧相な体にタンクトップは似合わないからな。結構体重ありそうなマスター乗せて自転車こげる無面すごいと思う。無免許の正義の心とタンクの中途半端な実力が組み合わさり最強のヒーロー誕生と言わざるを得ない。無面は心が最強すぎてリミッター外れないんだと思う。もしも心が弱かったら自転車怪人になってた。埼玉はエアコンなしのトレーニングで心が弱ってたからな。つまり無面はタンクトッパーだった。心に立派なタンクトップ着てるからな。タンクトッパーはタイガーとブラックホールがね、特にブラックホール。無面は万年 C91 だけど甘いみたいに上がらず残ってるだけっぽいしな。どちらかというと吹雪みたいに上でやっていく自信がないタイプだな。無面は能力さえ備わっていれば。ハゲ定義でかっこいいヒーローだからいいんだ。ハゲから見たら C 級も S 級も誤差なのはうん。自分の弱さを自覚してなお人を助けるために頑張れるのはハゲにはできないからな。無面は甘いと並んでハゲがお前かっこいいよするくらい精神がヒーローだからな。
でも圧倒的暴力に対してはより強い暴力をぶつけるしかないのは事実だから。無面が踏みにじられる展開があったら辛い。ハゲは限界超えた相手を倒して乗り越えてきたけど、努力はしてるけど超えられてない無面の差はめちゃくちゃでかいんじゃない。ハゲはむしろ精神的にはヒーローってなることも多いし、ガローと同じく理想のヒーロー像はあるけど体現できてない存在だと思う。埼玉は今の無面みたいな状況でもトレーニングして怪人退治に毎日金出たから頭おかしいよ。絶対無面をタンマスが担いで走った方が早い。熱いのはわかるけどその間に人死ぬで。紛れもなくヒーロー。ヒーローってそういうもんだよね。勝てなくても立ち向かうからヒーローだもんね。深海王戦だと無残にやられてたけどスネックとかイナズマックスもいいね。多分ハゲる前のハゲがなりたかったヒーロー像。C 級トップだけど別に C 級最強ってわけでもない感じだよね。他人のこと全然覚えないハゲだけどこの人のことは好きそう。こんなヒーロー精神持っててもハゲ並みのの強さを得たらあんな感じになるんだろうな。いい人だけど実力ないのが残酷だ。この人はどちらかというとヒーロー通り越して強人だと思う。もっと自分の命大切にしてほしい。俺の中でキングとは別枠で強くなってほしいヒーロー。強くなったら台無しなんだけどさ。ヒーロー感は似てるし髪生えてた頃はこんな感じだったんだろうなハゲも。社会貢献もマメにしてるから本当に善人だよ。タンクトップを着ればもっとかっこいいんだがな。魂が純然たるヒーロー。ヒーローとしてなんというか眩しいよね。一応身体的な公式ステータスだと童貞と同じくらいなんだよな。体力面とか耐久面とか。苦戦してるシーンが印象深いだけで実力自体は並の人間よりすごいんだよな。格上の怪人とばかり戦ってるし。心根は誰よりもヒーローしてる。タンマスとのコンビいいよね。ひどい戦闘ばかりだが、生き残ってるだけでものすごい幸運でもある。埼玉が対等に見ているほどの男。深海王に向かっていけるのはマジ勇者。あそこクソ感動するな。あそこかっこいいんだよな。深海王戦より好き。無面こそ真のヒーローだよな。まあヒーローだし立ち向かうのが当然なのかもしれないけど。でも一般人で C 級トップってすごくない。まず無面という時点でヒーローとしてふさわしくない。無面と埼玉の絡みもっと見たいんだよな。すべて持ってるはずなのに何もない男と何も持ってないのにすべてを持ってる男っていう対比が面白い。やっぱ無面さんってヒーローたちの精神的支柱みたいなところがあるんだな。無面は心にタンクトップ着てるからな。タンクトップマスターと無面の友情いいね。移籍してからスーツの力で強化されてるな。無面が鬼を倒せるようになるって、あのスーツやばくない?でもあのスーツって何かは流しかけられてそうだよね。無面がもらったやつだけじゃなくネオのスーツ全部に。ネオがやばい組織なのは確定してるからあのスーツもまあ絶対やばいんだろうな。